ひまわりネットワークが運営する地域情報ウェブマガジンまちくる。このコーナーではまちくるの中で今イチオシのスポットをピックアップしてご紹介、新しい地元との出会いをお手伝いします。魅力をめぐるまちくるナビ、今週のイチオシスポットへ案内を開始します。豊田市大島町のスイーツビレッジ中野に到着しました。甘い香りに包まれるオレンジ色を基調とした明るい店内。こちらのお店に並ぶのはドイツで修行を積んだ店主が手掛ける絶品お菓子たちです。お店の看板メニューにして一番人気のお菓子チーズケーキ、ゴーダチーズを使用しているので癖がなく誰でも食べやすいのが大きな魅力。ケーキのまろやかな甘さとパイナップルとアプリコットジャムの酸味が合わさって程よい甘酸っぱさに、スフレ生地の軽やかな口当たりでつい何個でも食べたくなってしまいます。手軽に楽しめるイチオシスイーツがこちらの焼きたてシュークリーム。バターを惜しみなく使った風味豊かな3種類のシュー生地を楽しむことができます。中でもイチオシのパイシュークリームはそのボリュームと他ではあまり味わえない食感がお客さんに人気です。どれも注文を受けてからクリームを詰めているので皮の風味と食感を存分に楽しむことができます。さらに土日限定のカスタードパイもおすすめ。キャラメリゼされたバリバリのパイ生地にクリームがぎっしり詰まっています。お店自慢のコクのあるカスタードをぜひいろんな生地とともに味わってみてください。店内には和菓子も多く並びます。こちらの豊田豆腐は豆乳と卵白のふわふわのスポンジケーキに特製あんをサンドしたしっとり柔らかなお菓子です。栄養価の高い豆乳をふんだんに使い、さらにコラーゲンも入っているので、女性には特に嬉しいスイーツ。味の種類も豊富で、季節限定の味もあるので、お気に入りを見つけるのも楽しみの一つです。どれにしようか迷ってしまうほど、魅力的なお菓子があふれるお店へ、今日のおやつを探しに、早速足を運んでみませんか？こんにちは。原材料にこだわり、一生懸命に心を込めて作っておりますので、ぜひお立ち寄りください。よろしくお願いします。ご予約、ご相談は電話にて受け付けています。それでは次のスポットへ向かいましょう。豊田市東山町グリーンシティ2階のマーサに到着しました。人気のトレンドアイテムを取り揃えるおしゃれなセレクトショップマーサでは、多くの女性向けファッションブランドを取り扱っています。お店に並ぶ品をセレクトしているのはオーナーの伊藤さん。メンズやレディースファッション、雑貨など幅広い服飾業に携わってきた経験を生かし、こだわりの洋服を仕入れています。中でもお店の一押しはオフィスカジュアル向けの服を多く展開するブランドベアトリスからこちらのベスト。どちらもふんだんなフリルがアクセントとなり、シンプルながらも華やかな印象を与えてくれます。こちらは数年前から流行しているパールボタンがあしらわれており、裾の軽やかなシアー素材が可愛らしさを演出。インナーには上品なラメが入ったリブニットや T シャツを合わせるなど幅広い着こなしができ、寒暖差が気になるこれからの季節にぴったりです。こちらは素材や縫製など品質にこだわったブランドブラーミンのワンピース。異素材のスポーティーなラインがアクセントで、年代問わずカジュアルに着こなしやすいアイテムです。流行のファーベストを羽織るとまた一風変わった印象に。日常使いからちょっとしたお出かけまで、さまざまな場面で楽しむことができます。鮮やかな熊のプリントが目に留まるこちらは、カジュアルを中心に展開しているブランドダブルスタンダードのパーカー。大人でも着こなせるシンプルな可愛らしさが人気です。こちらのショッピングバッグは
ブランドボール&チェーンとコラボしたアイテム。買い物はもちろん普段使いのバッグとしてもおすすめです。品質の良さとデザイン性を兼ね備えた、まさに大人かわいいを楽しむのにぴったりのアイテムです。店内には見ているだけでも楽しくなるファッションが勢ぞろいしています。ぜひマーサで見つけたお気に入りをまとって週末のお出かけを楽しんでみてはいかがでしょうか。当店ですね、30代から60代ぐらいまでのですね、高品質、高クオリティ、またね、ベーシック、そして、個性派の商品を取り扱っておりますので、どうかよろしくお願いいたします。お問い合わせは電話にて受け付けています。マチクルでは今回案内したスポットの最新情報を掲載中。他にも新店舗情報やお得なクーポン、編集部一押しの特集記事など暮らしに役立つ情報を発信しています。お出かけの前にはぜひマチクルをご確認ください。